5分でわかる水彩画。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。はい、今日はね、オレンジを描きます。3つのパターンしましょう。まず正面から輪切りにしたものですね。そして三日月型。一番左は、これはね、本当に丸いままのやつ。ものですね。光は左上から来ています。そうです。さて塗ってみましょうね。まずね、この輪切りにしたオレンジを描きますよね。皮に当たる部分に水を塗ってから、イエローティープをこのように塗ります。そうしましたらね、そのイエローにバーミリオンを加えて、いわゆるオレンジ色を作ります。そしてね、ここをね、こういうふうに周りをぐるぐるっと塗っていくんですね。はい。この境目、さっきに水塗ってあるからね、綺麗にこう滲むかと思います。はい。では、今作ったオレンジ色で、中心に白を残してからですね、オレンジの実のところを塗るんですけども、実はここに一つ目のポイントがありまして、ほら、こんな形にね、白を残すんですよね。これがね、大切なんですね。と、その上に、もう少し濃いめのオレンジ色を重ね塗りします。そしてこれは、このように、わざとタッチを残してムラ塗りですね。このように塗ると、このオレンジのね、つぶつぶ感がね、見えてくるんですね。さあ、そうしましたらまたここで一仕事です。ここから、このようにね、はい、ちり紙で、このように、ね、細い線を、まあ、作るんですね。白い線です。ほら、どうですか？オレンジっぽく見えるでしょう。そして、カバンのところ、もう一度、しっかりしたオレンジで。こんな感じですね。ちょっとやりますね。はい。やっぱりこの、ねえ、観察するとオレンジのカバーがどうなってるか。ね、面白いですね。見てみると。では、バーミリオンにグリーンの一番を加えて、皮の日陰の部分を塗ります。ここですね。はい。では、その後ろにある、このね、こういうふうにカットしたオレンジを描きましょう。皮の部分の描き方はさっきと同じです。そして、ね。この後ろの残し方、ね、大事なポイントでしたね。はい。後ろはちょっと単純に描きましょうね。こんな感じです。さあ、どうかな？ね。こう。では、今度は丸いオレンジですよ。二つ目のポイントです。ハイライトの部分にね。点描で紙の白を残します。はい。そうすると、こう、ね、オレンジのつぶつぶ感というか、な表面のブツブツした感じが出てくるんですね。そして、右の方向に向かって、だんだん暗いオレンジの色をこのように重ね塗りします。こう、ほら、立体的になったでしょ？影の面は反射の明るさを少し取って。では、この地面の影を描きますよ。まず濡らしてから、グレーに、オレンジ色を少し加えた色でまず塗ります。そして、オレンジ色の補色に当たる紫の色で、もっと暗い影を描きますね。さあ、これで床に置いた感じが見えてきたかな。今度は、ここですね。
ここオレンジ同士が重なっているので影がこのように落ちます。どうだろうね。こう少しずつね、こう手直しして、ちょっと丁寧、それからこうヘタですね、ヘタの部分を描きます。そうするとね、オレンジがこっちを向いた感じで出てくるんですね。さあ、出来上がりましたよ。はい、完成です。はい、ということで、今回の5分、動画シリーズは、オレンジを描いてみました。ねえ、オレンジ、まあ、柑橘類の、まあ、皆さん好きですよね。柴崎も大好きです。その、まあ、オレンジ、まあ、柑橘類なんですけども、これは、ね、とてもこう、まあ、球形っていうね、まあ、比較的、まあ、すっきりした形ですよね。だからもうちょっと、今回面白くしたいなと思って、まあ、いつものことながら、こう、切ってみてね、それをこう、並べてみました。あんなにしても、楽しいでしょ？この、オレンジを描くにあたって、二つポイントお話ししましたね。その一つが、ハイライトの表現です。まあ一般的にこうハイライトはこう丸い点としてね、残すことが多いんですけども、オレンジの表面っていうのはね、こうデコボコしてますから、そのデコボコ感とそのハイライトをね、同時に表すために、紙の白を点描風に残しましたよね。もうちょっとあんなことでね、もうオレンジの雰囲気がぐっと出ますから。ね、試してみてください。それから、今度はこう、輪切りにしたところね。その、この皮のところでしたね。うん。こう、なんていうか、外側の方が、まあ、要するにオレンジ色で、内側になる人だってだんだん白っぽくなる。ちょっとしたグラデーションですね。そして、当然オレンジはこう切ってみると、中にこう、まあ、オレンジがこう、まあ、ふさっていってね、こういう形でこう入ってるわけですね、放射状に。それが皮の表面にこんなでこぼこしてこういう形になってるわけです。あんなとこね、ちょっと掴んでみてください。もう本当に、わ、オレンジだねって言われる絵になりますよ。柴崎は、チャンネルね、メンバーシップ、開設してます。もう、ね、ご存知かと思いますけども、またね、覗いたことがないっていうあなたもね、ちょっと覗くだけ見てください。中に内容がいろいろあって楽しいんですよ。できればね、ご参加、柴崎も心からお待ちしてます。はい、ということで今回はオレンジを描いてみました。はい、ぜひねやってみてください。はいね、最後まで見てくれて本当にありがとう。またお会いしましょうね。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。